名前も含めて、ゼロベースで考えるという、誰にも相談しておりません、私一人で決意をいたしました。我々 JA グループだけで単独で何かがやれるというものではないというふうに考えています。政府あるいは与党、またその他農業に非常に関心の深い政治家の方々等ともいろんな話し合いをしながら解決策を作っていく、打開策を作っていくという取り組みが今一番大事なのかなというふうに思っております。ただいま国会で審議されております農協法改正等々を受けて、じゃあ我々 J グループがどう進むんだということを決めていく大会になろうかと思います。でこの協議案といいますのは今各地方で議論をしてもらっておる最中です。各都道府県の地方会、あるいはそれが集まってきまして我々全国地方会という形での集約の仕方というのを大事にしていきたいというふうに考えております。今までの記者会見は会長が一人でやったというふうに聞いておりますが、私はこの新しい体制を支えていただく仲間とともにここに並んでおります。人間一人の頭の中で考えることは知れたものなんです。やはりみんなで話し合いをし、それからいろんな意見を出し合っていく、そういう体制、そういう体制を作ってしっかりと我々の残された任期を全うしたいし、結果も残したい。